なんて細やかな金のネックレス、誰が作ったんだろう。帝国製のものに劣らない出来だわ。あの重りを足場につなぐ必要がありそうね。上にレバーがある。ロープアローで引っ張れるかもしれないわ。すごいわ、完全なまま残ってる。これでよし、登る方法を見つけなきゃ。私たちは孤立し、打つ手も奪われてしまった。私たちにはあらゆる病の癒し方を教える帝国宣伝の医学知識の結集があるが、花一つ咲かないこの世界の果てではどうしようもない。病人にしてやれることはほとんどない。取るべき処置は知っているのに、このような僻地に身を隠してしまっていては何もできない。私たちの秘密を隠しておくためだけに同じような患者が次々に出てきては、救えたはずの命がついえるでしょう。預言者は最終的にはその価値があると言うけど、彼が正しいことを祈っている。写本、心身のつながりについての論文みたい。
しソフィアが何か失礼をしていたならすまない。大丈夫、あなたがそこにいてくれるだけで嬉しいわ。私の仲間は何十年もよそ者と戦ってきた。そう簡単には変われないんだ。準備に手を貸してくれないか。信頼を築くには一仕事必要だ。私にできることなら。トリニティが来る。
すごい成長ぶりね、ひよっこちゃんたち。将来何人かはそこそこのハンターになりそう。でもここからが小麦ともみ殻の分かれ道よ。今日は太陽が昇っている間に鹿を追うこと。鹿の肉、皮、角、それから骨すらも生き残るのに役に立つ。鹿は私たちと同じく神に近い存在だから敬意を払うこと。草が重みで平らになっている寝床付近か、餌になるベリー類の茂みの近くで見つけるのよ。確実に仕留めて、恐怖や苦痛を一切与えてはダメ。いい、審判は私がやるわ。お鹿を持ってきた人は高評価よ。イノシシほど優れた肉はないわ。土のように黒くてとても濃厚な味わいだけど、あの獣を狩るのは控えめに言っても嫌な仕事なの。さあ、太陽が昇ったわよ。みんなで協力して一気にイノシシを倒すのよ。こっちの姿は見られることなく、草木が密生する場所のイノシシを観察できるように谷の周辺に隠れて攻撃するわよ。あなたたちも姿を見られたくないでしょ。少なくとも雨は降っていなくてよかったわ。私ですら、あの忌々しい野豚を相手にするのは気が進まないんだから。ついに恐れていた日が来た。来てしようもない。昨日の日没時に私たちが見たヘリコプターがこの地に新たな侵略者が来たことを告げていた。私たちは親の苦労を見て育ったけど、どうやら私たちには私たちの苦労が待っているようだわ。でも神聖な任務は果たさなければ。神から授かった大地の恩恵の源を守らなければ。あなた、あなたならこの機会を何とかできるかも。何をしたらいい？侵略者たちが新手の手段で私たちを脅してるのよ。無人の小さなヘリコプター、ドローンとか言ってた。攻撃はしてこないけど、カメラみたいなのが中についてて谷の地形を撮影してる。そんなことされたら私たちが不利になる。ドローンをいくつか落とすことはできたけど、あなたならもっとうまく武器を使えると思うの。やってくれる？2、3機は落とせると思うわ。多ければ多いほどいいわ。終わったら私のところに来て。
撃ち落とすつもりでいるの？まだ途中だけど、おそらく。
残りの機械はやっつけた。これで最後だと思うわ。さすがだわ。また送り込んでくるとは思うけど、こっちもそれなりの反撃はできるってことね。あなたの助けには感謝してる。低い方の塔には行った？
奴らはおそらく空から来る。父さんの村の上部に戦士たちを集めて奴らの注意を引こうとしてる。子供や老人たちをアカンポリスの地下墓地に避難させておくわ。ここが落ち着いたら私もそっちに行く。敵は重装備なのよね。どうやって倒せっていうのかしら。まともにやっても勝ち目はないわ。奴らの攻撃は早く進んで、ダメージをかけられない。奴らの最初の襲撃で私たちを潰したいと考えた。それをうまく利用するの。長い時間を生き延びるために奴らは。ゆっくり戦略的に消耗させるしかない。奴らに何もなくなるまで100回でも切りつけるの。トリニティが来て人々が犠牲になっていく。私のせいだわ。私が連中を連れてきてしまった。神様、また同じことの繰り返しですか。私の行動のせいで人々が苦しんでいる。ダメダメよ、ララ。そんな風に考えては頭がおかしくなってしまう。トリニティは遅かれ早かれここを見つけたはず。少なくとも私なら彼らを止められるかもしれない。先に神秘の源を手に入れて、苦しみや悲しみの代わりに世界に幸福をもたらせるかもしれない。集中しなくては。これまでに死んでいった人々のために、失った人々のために、先に進まなければ。